渋谷シネフロントは、かつて、東京都渋谷区宇田川町のクフラントビル7階に、存在した東方シネマズ経営、運営の映画館。通称シネフロント。現在跡地である7階はツタヤが入居、コミックフロアとして2010年4月23日から営業開始した。1999年12月18日に開館。宇宙空間をモチーフにデザインされている。 当初は東方直営館として運営されていたが、東方系の工業部門再編に伴い2006年10月1日より東方シネマズが経営、運営する映画館となった。ただし、同社のインターネット予約システム、ビットやポイントサービスのシネマイレージは運用されていない。2010年1月22日をもって営業を終了し、閉館となった。この地はかつて、 渋谷宝塚劇場があった場所である。1997年5月30日に同劇場は閉館し、跡地にクフラントビルが建設された。2019年現在、渋谷宝塚劇場のチェーンは、東方シネマズ渋谷が引き継いでいる。都内初となる全席指定席、完全入れ替え制を導入した。全売券や招待券を利用する場合は一階のチケット売り場で、 座席指定券と引き換える必要があった。ほか、ありがとうございます。